茜くん、顔色悪いですよ。あ、いや、そういうわけじゃなくて。お、なんだよ。いえ、茜くんは触りがいのある髪をしてるなと。触っていいですか？急に。なんだよ。そうですか、じゃあいらっしゃい。は？いやいやいや、私のももではご不満だと。ああ、俺がこのままフラチのことをしたらどうするつもりだよ。勢いよく立ち上がってそのまま踏みましょうか。すみませんでした。多分気を使われてる。ところで、女の子が膝枕しているのに感想の一つもよこさないとは、殿方としていかがなものでしょうか。千歳さんから、男の子が疲れている時は膝枕するとロマンも満たされて疲労も回復するって聞いたのですが。も、うん、とても良いものだと思う。大丈夫ですよ、ちゃんと起こしてあげますから。ゆっくり寝てください。